青い奇跡の橋、または、ブラウェス・ブンダーは、ドイツにある橋である。ロシュビッツアー橋、ロシュビッツ橋、青い奇跡橋、青の奇跡橋、または単に青い奇跡とも。青い奇跡という名称の由来は、建設された当時は、建築技術の上で奇跡であるとされたことと、橋梁が青色で塗装されたことによる。橋の全長は280メートルである。 最大島町は146.68メートルであり、幅は12メートルである。高さはおよそ24メートルであり、総重量はおよそ3800トンである。切手ザック先州のシュートドレスデンに所在し、エルベ川に架橋されている。ブラセビッツ地区とロシュビッツ地区を接続している。鋼鉄製のトラス橋である。1891年4月に建設工事が、 開始された。設計は土木技術者のクラウスケプケ及びハンスマンフレッド・クルーガーによる。1893年に完成され、同年7月15日に開通された。元橋は切手の図柄に採用されている。下流には元橋に近い順にバルトシュレスヒエン橋、アルベルト橋、カローラ橋、アウグストス橋、 マリエン教が架橋されている。バルトシュレスヒエン橋は、元橋を含む橋の渋滞の緩和などの目的で建設された。橋の東側には、ロシュビッツ地区とバイサーヒルシを接続するドレスデン工作鉄道の他に、ドレスデンサスペンション鉄道などがある。東へ徒歩でおよそ500メートルほど行ったところには、レオンハルディ美術館やロシュビッツ教会がある。橋の西側には、 バルトパルクブラセビッツなどがある。ありがとうございます。